はい、スーダンブラウンです。レビラッツです。レイヤーです。キョシトシトシです。今日はですね、九州百名山の一つ、大分県の俵山、通称のこぎり山の方に登ってきました。いやー、素晴らしい山でしたね。アスレチックで、もう本当にね、いい山でした。感動しました。特に感動したのが、熊の魔改物というね、もう最後の最後に、すごい見どころがありますので、それもね、ぜひ見ていただきたい。まあ、今回の登山の見どころを一言で言うと、どこでしょう？ナシゴレン。ナシゴレン。美味しいナシゴレン。確かに、今回の登山の見どころは、ナシゴレンです。トシちゃんのナシゴレンですね。まあ、久しぶりの4人での登山になりましたので、最後までどうかご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、大分県の俵山に登っていきたいと思います。別名、のこぎり山と言います。で今日はですね、ここののこぎり山の登山口から、登っていって、この大観峰というところに行って、八方岳に回って、ぐるっと行ってですね、ここに熊の魔改物というのがあるんですよね。これがね、もうこの山最大の見どころでもあるので、ここに行って、まあ、やっぱ帰ってくるというコースに登りたいと思います。大観峰。大観峰。阿蘇やん。阿蘇みたいな名前があるんですよ。でね、見て、いっぱい、ちょっと来て、いっぱいあるよ、この岩が。ほら、ちっちゃい山。岩がいっぱい、見どころが、山なのかわからん。ちょっと待って、太陽石なんか見覚えがある形してる。言うな、言うな。それで言うと、ツチノコもあるけどね。甲殻部かよ。わからんけど。これ見覚えあるな。こけしもちょっとね、見覚えのある形をしておりますけども。また覗き岩。また覗き岩もちょっとあるんですよ。でもいっぱい隠し岩もある。無名なのに。そう、こいつに限っては無名なん、こんだけ名前あるんで。まあそんな感じで。そう、これ全部ね、見ていこう。見どころ多いわ。見どころ多いけん、今日は全部見ていきましょう。ツッコミどころ満載や。ああ、そうそう、なんかね、反時計回り、このコースでしか回れんみたいやね。反時計回りで回りましょうと。凝灰角礫岩っていう岩で脆いらしいけん、でも絶対に反時計回りでお願いします。時計回りだろうと崩れるけど、じゃああれやろ、対面したくないんやろ、止まったら危ないってことや。細いってこと？あんまり、まあね、うん、登ろうか、そろそろ。登山口ね、この道の向こう側にあります。今日が11月の25日で、天気予報曰く紅葉が見頃を迎えているようです。道を挟んだ向こう側にのこぎり山、のこぎり山登山口。地図とかで見たら俵山って書いてあるんだけど、もうここの地元の人たちはみんなのこぎり山って呼ぶらしいね。え、死亡事故あったん？あ、本当だ。ここ標高はね、500メートルちょいなんやけど、眺望が良くて、九州百名山にも数えられております。あとね、大分百山っていう山ですね。大分百山にも数えられております。大分の中のトップ100みたいなのがあるんよね、大分には。そう、大分ね、いい山がやっぱ多いけん。そうそうそう。でもなんか調べたらちょくちょく入れ替えみたいなのがあるらしい。なんか一回落ちて復活した山とかもあるらしい。そう J2 みたいなのがあるらしい、鳥にいた。あ、でもなんか最近はもう入れ替えはないみたいだけど、昔はなんかあったっぽいよ。なんか出てきた分岐だ。あ、これは、大観峰の方まっすぐ帰ってくるときに、多分この左の方から帰ってくると思う。うん、絶対に反時計回り。そうそう、あ、こっちから左の方行ったら時計回りになっちゃう。すごいいっぱい切り株があるね。あ、ノコギリで。そういうこと？あ、ノコギリで切った切り株。いっぱいある。本当にね、めっちゃ切られとるよね。また看板が出てきました。囲い観音と大観峰の分岐ですね。170メートルで囲い観音って書いてあるけど、あったっけ、そんなの。あ、ここも分岐だ。あるあるある。ここもね、下りの方の道につながる分岐やね。こっちか。そっち右の方に行って大観望 590m だけど、もう結構すぐそこやね。ここまで610って書いてある。おー、半分ぐらいか。案内所の看板ですが、もっと時がかかる。ん？あ、こんなに登山の尺が短いなら足りんくなるね、これ。語ら岩で語ろうか。じゃあ、お、なんか見えるね。ああいう、そう、岩場を登っていくらしいよ。なかなかのアスレチックコースって。あ、そういえばさ、トシのカメラは今日撮り寄る？いや、全然撮ってない。いや、ちょっとこのチャンネルではトシのカメラの上達具合を追っていくっていうドキュメンタリー番組やけん。はあ。しっかり撮ってね。カメラは超上等。カメラは素晴らしいよ。撮り方がわからんだけでさ。富士フィルム今メイン。うん。富士フィルム2台やけんね。でもメインのカメラは iPhone。撮る用の動画撮るのは iPhone。また都市の写真入れるけん。お願いしますね。上達したなーって。そうそう。みんながこう、あ、都市上達したなーっていう風にさ。うん。最終目標？あ、うん。コンテストみたいな？うん。なるほど。なんか写真で応募したっけ？あるんで、協力会社から賞がもらえる。じゃあ2024年の都市の目標が、そのカメラで撮った写真をモンベルのね、何かに応募してゴアテックス賞をもらうという。これを賞を取るまでのドキュメンタリー番組と思って私のチャンネルは追っていきますので。本当にクリスマスの木が出てきました。もみの木か。結構でかいね。もうすぐクリスマス。うん。あ、もみの木の切り株シーズンやったよ。あ、これを切って売り寄るんシーズンやけん。手前側から。うん。見て、カマキリの卵が3つもある。あ、しかもあんな高いところにあるってことは、今年は雪深くなるってことですよ。え、そうなん？カマキリどんくらい雪が積もるかは分かっとうけん。本当に？そう、卵を産む場所は雪が深くなる冬やったら高くするよ。めっちゃ岩の壁やん、正面。すごっ。多分あの上歩いていくんやろうね、帰りは。こっからね、一回離れていく、岩から。離れる？うん。岩の真下。離れていったら大観望に着く。そこのもみの木を右。おー、うん。で、次のもみの木を、またちょっと右。で、その次のもみの木を、左寄りの右。ドラクエみたいやん。本当に？多分。信号みたい。で、その次に右折専用もみの木があるけん。そこを左。でもマジでもみの木しかないね。てかもみの木であったのかなこれ、本当に。確かに。なんか杉っぽい気もするけど。本当やん。2つある。2つあるよね。杉もあるよね。これが杉。うん。でこれがもみ。痛くないやつが。あ、痛くないやつ。触って確かめよ。見てわかるわ。どっちや。いやいやいや。するやろ、チクチク。むずいぞ、これ。これは。それは。これ杉やね。あ、それ、多分逆じゃない、こっち杉やろ。むずいわ。いや、やっぱ専門家じゃないとわからんのよ、こういうの。見てわかるわ。これは何、どっち、予想ではどっち。匂いヒバ。え、なんで。匂いヒバです。匂いヒバやったん、これは。ヒバっていうのは、ヒノキ。あ、ヒノキこれ。え、じゃあ、こっちはこれが本命の。うん。これは何ですか？もみの木。これもみの木？これは、そうなるとね。何の木？杉。あ、これ杉？これが杉。これは杉ね。これは匂いヒバ。これ匂いヒバ。じゃあ、もみの木はない。もみの木だけ借り取られていっても。クリスマスやけん、持っていかれたんかな？ん？全然違う。もみの木今まで一本もなかったわ。全然違うやん。あんなレイヤーもみもみ雰囲気やね。はい、岩が出てきました。もう一度名前お願いします。雫石。あ、雫。石。なるほど。上から落ちてきたな。ああ、雫のようにね、ポタッポタッと。ちょっと。池ちゃんがなんか言ってます。なんか、トッシーがなんか言ってますよ。どうした？なんか入ってある。ようこそ。あ、国東半島で書いてあるね。期間限定で国東半島連山の山に置いておきます。お一人様を一つお願いしております。なるほど。木の札があるね。なんか木札があるってことやろ？うん。一人一個持っていってくださいね。じゃあちょっと木札を見せてください。あ、糸島の木札みたいなやつがあるんやね。あ、それ国東半島の形しとん。ちょっとそれもらっていきましょうか。ありがたく、ありがとうございます。これ。国東なんかここにいるとるもん。これは視聴者さんにある。プレゼント？プレゼントします。俺の裏に俺のサインを入れてプレゼントします。誰がもらうか。まず南尾根っていうのが出てきます。よいしょ。もうここら辺からなかなか厳しい登山道になってきました。もう完全にアスレチックに変わりましたね。四つん這いで登っていかないといけないくらいです。お、なんか開けてきてん。あ、下りこれを違う。ちょっと右の方行ったら多分南尾根の方に出ると思う。左もある。左はあれか、帰りの。ああ、かもね。南尾根の眺望はね、本当にいいらしいよ。あ、こんな近く。ん？あっちじゃないの。あ、本当やね。いや、多分。ああ。もうないんか。あれ？あれやけど。いや、ちょっと怖いね、これ。多分ここ下っていくんやけど、これマジで滑落、本当死亡事故につながるな。しかももやけんね。ああ、やばい。お、ちょっとこれやめとこうか。とりあえずじゃあ南尾根が正面のこの出っ張りで、あとはこう景色がね、めっちゃいいですね。あれが別府湾の方。そうやね、大分シティと手前の方が別府かな。で、高崎山があって、あっちがほらガラン岳とか湯布の方やね。天気がいいね。うん、であっちが大観峰かな。大観峰行きますか。大観峰行こうかね。ちょっとこれ怖いな、さすがに南尾根に行くのは。はい、南尾根は行き止まり、ちょっと危険なので行かずに大観峰に行きたいと思います。よいしょ、あった。気になる植物があった？今日はなんかすごく植物が気になるみたいだね。ビーンズやろ。ブルーベリーもあります。これあれじゃない？グミの木とかそんなんじゃないと。グミの木多分ね、時期が違う。あ、違うの？4月ぐらい。もみの木や。これが？いや、ビーンズやろ、これ。チェリービーンズみたいな、なんかない？ぐるぐるのにくらん。これは出るやろ、さすがに。結構わかりやすいかな。うん。これは。出らんかった？一見、あ、出た。何やった？木蓮聞いてもわからない。ああ、木蓮。これが、あれやろ？学校とか始まる前に登校して練習するやつやろ？あ、草朝練か。あれか。うん？何？弟がなんか、鎧みたいになって。うん。じゃあ、ハガレンね。鋼の錬金術、鋼ね。あれやろ、タイのさ、ご飯といろいろ炒めてさ。うん。それ、ナシゴレンね。そう。さあ、看板出てきました。もうこれを登ったら、大観峰です。怖いね、ここ。だいぶアスレチック。登山になってますね、今日は。やばい。うわ、高っ。そこが大観峰？いや、まだ都市は登ってないんやけど。よし。ん？あれじゃん、八方岳じゃない？わ、すごい。南尾根の方やね。あれ落ちたらやばかったね、南尾根は。うん。意外と滑らんけん安全は安全やね。よいしょ。あそこの鎖を登ったら大観望か。看板があるわ。本当に大観望なんですか。はい、これを登るわ。うわ、でも崖がね、すごい細い崖を登っていかんけど、岩はね滑りにくいので結構安全には登れてます。高さ見たら怖いけどね。下はいいね。ここが大観望。あ、俵山とかのこぎり山っていう山の名前はなくて、ここが最高地点になります。大観望ですね。標高が、542メートル。はい、これが、大観望からのパノラマですね。こっちが国東半島の方です。人生で初めての国東半島です。でぐるーっと回って、ね、こっちが別府湾の方ですね。めっちゃ綺麗に見えます別府湾。さらに、奥の方に見えるのが由布岳です。由布岳って結構大分どっからでも見えますね。ぐるっと回ってこっち中津の方ですね。はい、こんな感じでね、もう360度パノラマで、景色を楽しむことができる大観望です。まさに大観望。降りて、あとは周回のコースですね。正面に見えてる方です。結構下るのが難しいとこですね。ここら辺の岩は鎖がピンピンに張っとうけんね。高まっとる。うん。こっちゆるゆるやん。下ゆるゆるなんかなかなか難しい。わーわー、危ない危ない。ちょっと本当注意やね、ここは。すごいよな、針。この針すごいわ。いやー、下のロープの落ち着きようが。ね。ああ、急に大人になる。二人か。うわ、二人がゆるゆる。なしなんですよ。ちょっと何もないところ。なかなかおっとちょっと私も何もないとこで保険で俺の見せ場やったんやけど。はい、まずはこれが地蔵岩ですね。あ、ぽいぽい。うん、ちょっと大きめの岩があります。あれで。石ではないわ。うん、石ではない。雫石とはやっぱ違うね。わけが違うわ。正面に、八方岳が見えてます。あそこもピークの一つで。ごめん、あっちが坊主岩かもしれん。右の方。何やったっけ？地蔵だ。地蔵岩。情報が地図的には地蔵岩っぽいね。こんもりしたのが。ちょっと、まあまあ、でも、大体でいいよ。ハイテンションやな。うわ、めっちゃハイテンションだ。ピンピンに張っとうもんね、それ。チェーンが。ハイテンションです。なかなかまたアスレチックですよ。はい。八方岳が出てきました。正面に、ここはね、看板があるので、はっきりとわかります。八方岳。よいしょ。うわー、すごいいい景色だ、ここも。はい、これが八方岳からのパノラマです。景色はそこまで先ほどと変わらないんですけども、いやー、いい眺めですね。最高ですね。正面に見えているのが大観望です。はい、別府湾があって由布岳の方は晴れてきました。いい眺めや。次はね、隠し岩があるけん、隠れた岩があったら教えてください。隠し岩です。次、隠してある岩があったらそれが隠し岩。危険事故多発エリアです。あ、ロープあるんか。ここもなかなかねアスレチックが続いてますね。もうずっとこんな感じやね。都市曰くまた覗き岩がここみたいですね。よいしょ。あ、これまたのぞきやない。こういうことやろ。え？マダムまたのぞき。ただマダムが好きなだけよ。年は。マダムのぞき？マダムのぞきじゃない。一回下に降りてからのね。ちょっと待っとってね。ここめっちゃ滑るわ。うわ、また覗けるわこれ。そこまたのぞき岩だ。あ、覗いてる。うん。これや。絶対これまた覗き輪だ。うん。ありがとう。こうするしかない。うん。看板がない。そう。いやでもこれよ。覗けたもんまたを。なんでこんな謎解き性があるの。次が小松。小松よ。うん。小松ね。これがおそらく小松岩です。おお、これはすごいね。1本目欲しいな。1本目やろ1本目が結構高いんよね。うん。こんなにガチガチに決められる。数段が上ります。なんか合わんなこれ。右左が右左が合わなくなってきた。さすが軽やか。すごいタイミングだったね。うん、一応ついてます。すみません。あ、こっちか小松は。衝撃の事実が。衝撃の事実とは。ここに登ることで判明します。マジで。なんと。うん。ここが。うん。また覗き岩。嘘。ここまた要素が一切ないほんまや、ここまた覗き岩やった。あの整備は何やったんや。説明求め絶対ここ絶対ここと思ったんやけど絶対作ると思ったねえ。看板ある、うん、あれやね、弾痕の形してる太陽岩。わー、太陽岩があって、その隣が水立岩。水立岩。ちなみに、うん、太陽石。太陽石があって、で隣に水立があってからの屏風とこけしも。これ何こけしもどっかあるんやろうね。こけしだけしっかりとこけしの絵が描いてあるもんね。うん。まあでも行ったらわかるっちゃない、こけしは。あ、そういうことか。うん。なるほど。股のぞきはここ、どういう意味の股のぞきなんやろうな。股を覗く岩ってこと。覗く側。あ、覗く側ね。こちらから股を覗かせてもらってるんですよ。覗かせていただきます。じゃ、そういうことや。股のぞ、あ、そういうことか。そういうこと。次が小松岩の方ですね。股覗きからの小松です。正面の方にもう看板が見えてるので、あとね、ちっちゃい松もあるので、あれは間違いなく小松岩だと思います。看板あったやろ。あ、看板ある。ほら、ここ小松岩って書いてあるよ。うん、そこ小さい松がねあるけんね、もう疑いようがないよ。ここは小松岩。ほら、ここ小さい松あるやろ。うん、小松岩ですね。この推理がまた外れることに。いやいや、小松岩の看板あったよ。これは看板。看板あったよ。一個前。松？あっちにも松あるんやね。あ、でも、おっきいあっちの松。こっち小さいけんさ。うん。小松です。次がカタライですね。カタライ岩でサラダ食べようか。休憩するところか。うん。カタライとこやけん、やっぱ休憩するとこやね。ここは細いね。細い。いや、まだでしょ。全然まだでしょ。こっち側のね、屏風。ああ、あ、こけしね。ここら辺ちょっとこけしっぽいのあるね。でも、ここからもさ、ある意味、股のぞきじゃない？そうね。うん。もう、全体的に股のぞきやね、ここら辺。ベストポジションのやつ。ああ、なるほどね。ちょっとね、前には進めなくなったんで、一回遠回りしてね。本当はこの 30m コースで行きたかったけど、こっち行かないかみたいなね。40m ですね。奥に行けんの？そう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 。ロープが張ってあるけん、ちょっと周回しながら。まあ 10m の差やけん。無名岩まで 230m。おお。あえて名前を付けない岩です。でもその前に片来岩が出てきとらんね。なんか出てきたけど、これは何でもない普通の岩でしょうね。無名岩。違う違う。無名岩はちゃんとありそう。看板があるぐらいやけん。豊後高田の道の駅で買ってきたお寿司をみんなで食べます。あ、ちょうどいいとこあるやん。あ、ちゃんと店がある、そういう。ちゃんとしたお店。あ、そうなん。本当にちゃんとしとる。本当にちゃんとした。衛生管理とか大丈夫よね。問題ない。古くからあるお店です。古くから。古くから。登山再開です。もう忘れてしまったと思いますが、片ライワです。次が。まだ聞いてない。まだ片ライワ出てないよ。出てない。うん。片良岩からの何岩やったっけな、杓子岩だ。でその奥行ったらこけし岩があるね。無名岩、まあここが分岐ってことはね、もう片良も杓子も終わってます。さっき飯食ったところらへんやろうね。とりあえずこれをね、降りていったら無名が出てきます。あと未踏も出てくるよ。無名岩着きました。これかな。この丘になってるところが無名岩ですね。ああ、登れるんか一応。無名岩登る？道はある。道はある。よし、登ろう。はい、これが無名岩の上ですね。いい景色や。いい景色だね。うん。ということが正面が未踏岩かもしれんね、順番的には。そういうことか。うん、うん、さあ眩しいね。うん。まあ似たような感じで、まあそりゃね無名岩なんでね。何個目？もう言葉数もだいぶ少なくなってきたので行きましょう。うん、はい、もうだいぶ疲れてきたよ。次がね、行者尾根っていうのがある。行者尾根。うん。そんな感じのやつある？尾根があるはず。今の岩を登ってくると行者尾根に出ました。これ尾根だな。ああ、本当だ。結構いい道やね、ここは。うん。この行者尾根を越えたら。最大の見どころの熊野磨崖仏の分岐が出てくるけん、分岐を右の方に行くとお寺みたいなのあるかな。もうすごいよ。もう最大の見どころ。そうです、分岐の看板で来ました。 440m 熊野磨崖仏というこの山最大の見どころです。熊野社っていうのがあるよね。そうそうそう、出てくる。これがね、熊野磨崖仏があるところ。熊野社っていうんか、これが。うわ、紅葉バリバリ綺麗やん、これ。ちょっと先行くね。うわ、紅葉めっちゃ綺麗。来てよかったやろ。ちなみにね、熊野磨崖仏これじゃないけんね。ここじゃないよ、熊野磨崖仏は。もっとすごいのが下にあるんで、それを今から見に行きます。よし、見に行くぞ。一番の見どころ、熊野磨崖仏見に行きますね。相当まだ森を下にすごいですよ。ここ国の重要文化財にも指定されております。マジで？はい。日本、まあ見てもらったら分かりますね。これ日本最大級の石像です。わ、すごい観光地みたいなとね。これが出ました。そうそうそう、左が不動明王で右が大日如来、日本最大級の石像でございます。これが、熊野磨崖仏。こっち不動明王と、あっちが大日如来。大仏みたいなね、頭が。そう、うん、すごいやろこれ。はい、これいっぺんに映してますね。左が不動明王で右が大日如来です。あ、そういうことか。総称が熊野磨崖仏。熊野磨崖仏。めっちゃ言いにくいよね、熊野磨崖仏。さあ、では元来た道を戻って登山口の方に戻ります。途中でショートカットの道があるので、そっちに入ってから登山口の方に戻りたいと思います。はい、最後の見どころですね。もう岩の存在を忘れとったやろ。見返りは看板ある？あ、本当だ、看板もあるわ。見返りはですね、さあ今日来た道をね見返してみましょう。これが見返りはですね、はい、もう疲れたね後半は絶対喋らんくなるけん。ほらほら、携帯使いだしLINE のチェック、LINE のチェックそんなことない。はい、あとは帰るだけになりました。帰ろうか。登山口が見えとうね、正面に。下山です。はい、というわけで今日はですね、俵山の方に登ってきました。今終わって登山口の方に戻ってきました。いや、素晴らしい山でしたね。今日も最高でした。最高やったね。もう超アスレチックな山で、もう熊の魔害物としちゃんだいぶ感動しとったね。うん、よかった。このね、反時計回りのコースしか登れないんですけど、このコースでぜひ皆さん登ってみてください。熊の魔害物最高です。最後までご視聴ありがとうございました。